はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数、これね、円2つ書いてありますけどね、これね、相似に絡んだ問題やってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。灘中学校の問題です。点 A を中心とする半径2センチの円と点 B を中心とする半径2センチの円が接している。点 C、点 D は点 B を中心とした円周上の点。点 E、点 F は中心とする、点 A を中心とする円周上の点であり、3点 A、E、C は一直線上。3点 A、F、D も一直線上にある。四角形 ACBD の面積は、三角形 AEF の面積の何倍か。さあ、もう一回確認しながらね、読みながら確認してみましょう。点 A を中心とする半径3センチの円。さあ、これが、半径3センチの円ですね。これ3センチ。さあ、そして点 B を中心とする半径2センチの円が接している。さあ、この B の方は半径2センチです。半径2センチです。ちなみにここも2センチなんだね。でここも3センチなんだね。ね、これピッと引っ張るね。だここ5センチですよ。AB はね。さあ、で、そして、点 C、点 D は、B を中心とした円周上の点であると。だからまあこれ半径だって言ってるわけです。2センチ、2センチ。点 E、点 F は点 A を中心とする円周上の点。点 E、点 F。だから AF3 センチ、AE3 センチ。ね。で、そして3点 AEC は直線上。ね。AFD も一直線上。四角形 ACBD の面積は三角形 AEF の面積の何倍だろうかと。さあ、これね。もう何倍かが分かればいいんです。面積はまあ出せないでしょうね、これね。どうやってね、何倍かを出すかっていうとね、これね、これ A から3に5センチでしょ。でね、この ACBD の面積と AFE の面積を、等して出すって考えるよりは、これをそれぞれ半分に切ったね、これ ABD とね、三角形 ABD と、ね、そして、三角形 AF、 さあここ J としますね。 AFJ は相似なんですよ。なんで相似と言えるかね、ADB の角 D、 角 ADB は90度ですよね。そしてここ AJF も90度ですよね。これそしてここ ADB のこの角 A の部分とAFJ の角 A の部分は全く同じですよね。だからこことここも同じくなりますよね。 ABD と AFJ も全部三角等しくなるわけです。角 F じゃないな、角 DAB と角、JAF も等しいわけです。で、そしてこの白丸の部分も等しいわけです。相似なんですよ。 ABD と AFJ は相似なんです。さあ、じゃあ相似比はというと、
総慈悲はというと、ADB の AB が5センチで、AB に当たるのは AFJ ではこっちですね。90度の反対。だから総慈悲分かってるのは5対3なんです。ABD 対 AFJ の総慈悲は5対3です。さあそうだとするとね、ABD と AFJ の総慈悲が5対3だったら、面積比は5×5×3×3の25×25×9 ですよね。ね、相似な図形の面積比は相似比5対3だったら 5×5×3×3 なんだと。ってことはこれを ABD を2倍したものがこれですから ACBD です。三角形 AFJ を2倍したのが AFJ ですから、同じように面積比を2倍しても同じことですよね。だから四角形 ACBD が25に対して三角形 AEF は9なわけです。で、何を答えるかっていうと、25に当たる四角形 ACBD の面積は三角形 AEF、 9に当たる AEF の面積の何倍かですからね。25÷9 ですね。何倍かっていうのはね、9分の25倍である。対分数が好きな人は2と9分の7倍であるということになるわけです。相似の比が出たら、面積の比はそれかけるそれ対それかけるそれなんだということね。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。